皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌えです。今回は、金美霊先生が、なんとご返信くださいましたので、それに対して感謝の意を表明したいと思います。はい。これは、どういうことかというとですね、まあ、先日、私が YouTube 動画でですね、金美霊先生にお願いをごとがあるというふうに、ちょっとね、ぶしつけなことを、えー、突然、えー、申し上げました。 そしてその動画を見てくださった視聴者の皆さんが、金美鈴先生にメッセージを送ってくださったおかげで、金美鈴先生の事務所の萩原さんから、視聴者の皆さんに一斉メールで返信があってですね、その返信が何通か私のもとへ転送されてきました。金美鈴先生、そして視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。その 金美ビ先生のご回答なんですけれども、あの、TSMC に関する知見や見識がないので、無責任な発言は切えたいということなんですけれども、これは私、先日の百田直樹先生への動画でもちょっとお話をしたんですけれども、金美ビ先生のほどの方になれば、そんなものは必要ないんです。 金美霊先生が政治家を使って調べさせればいいんです。金美霊先生は、あの、皆さんご存知だと思うんですけれども、岸信介さんの、えー、岸信介元首相の通訳でいらっしゃった方で、そして、安倍晋三元首相のバーヤという、そういった特別な立場にいらっしゃった方なんですよね。 そして今でも日本の保守派の政治家、保守派の言論人に対して大きな影響力を持っていらっしゃる先生なんです。保守派の政治家の先生、私どなたにお会いしても、まあ、金美霊先生の意見を非常に重要視されているとおっしゃっていますし、台湾の民進党の元政策顧問でもいらっしゃるんですから、台湾でも 影響力をお持ちになっているんです。日本人も台湾人もすごく金美霊先生のことを尊敬していて、政治家も金美霊先生の言うことなら喜んで引き受けてくれるでしょう。なので金美霊先生は一言、台湾と日本の安全保障上の問題を脅かしている解放軍の核ミサイル、 そのシステムに TSMC が関与しているんですかっていうことを聞いていただいてですね。日本で TSMC の工場を稼働させるときには、絶対に解放軍に協力をしないようにしろと政治家に言っていただければ、それだけで済むことだと思います。本当に台湾人の皆さんは、まあ、 台湾の独立を望んでいらっしゃると思います。金美霊先生はそういった台湾独立派の気持ちを代表して長年台湾の独立を支持し共産党と戦っていらっしゃった方です。私のことを少し申し上げますと私は日台離間派だというふうに誤解されているんですけれどもそれは実は違うんです。 台湾における中国人支配に反対をしている私は対中離間派なんです。そして台湾の独立を心から応援しています。なので、金美霊先生ほどの影響力を持っていらっしゃる方が国際法上貴族未定地である台湾のこの地位をあやふやのままにしていくのは どうなんでしょうかというふうに私は思っています。今こそ中華民国亡命政府を否定し、台湾の独立を蔡英文総統と進めるべきタイミングではないでしょうか。なぜ今がタイミングかというと、アメリカが対中強行で TSMC が中国に協力するのが嫌だと思っているからです。なぜか、 今中国が台湾を侵攻すると TSMC の生産能力が落ちて世界のサプライチェーンは大混乱に陥りアメリカも欧州も大損害を受けるからなんですね今であれば中国からの侵攻があってもアメリカが守ってくれる可能性が高いですなので今が台湾の独立を 宣言するチャンスではないのかなと思っています。そんな今のタイミングでも独立宣言を出せないっていうのはそれだけ国民党が共産党と深く関係を築いて台湾を支配しているからなのでしょうか。台湾が独立宣言をすれば すぐに中国が侵攻して台湾が負けてしまう。そのように言われています。だから台湾人は中国に従わなければならない。だから台湾人は習近平に従わなければならない。そのままでいいんでしょうか金美霊先生から TSMC について言及してほしいです。 金美霊先生がそれだけ TSMC に関してコメントを避けていらっしゃるのはもしかしたら金美霊先生ほどの影響力のある方が TSMC が中華人民共和国の解放軍に協力すべきではないと言ってしまうことで習近平を怒らせて台湾に危機がやってくるということを予想されているんでしょうか共産党が 中国共産党が台湾に侵攻すると台湾は勝てない。そう思うと台湾を愛するがゆえに台湾はおとなしく習近平に従って解放軍にチップを提供するべきだというふうにお考えなんでしょうか。TSMC はそういった台湾の弱腰。 弱腰姿勢から共産党の意思に従い、習近平に従い、日本人の血税で核兵器のミサイルシステムに協力をし、日本と台湾を核の照準に収めている状態です。それがどれくらい、その開発がどれくらい進行しているのかはわかりません。ただ、今後 TSMC がそのようなことを続ければ、 確実に、その、ミサイルは完成して、日本と台湾をその症状に収めてしまうでしょう。金比ビ先生は、凛とした日本人としてのあり方について、日本人に対して教えてきてくださった第一人者です。仮に TSMC に見識がなくても、 ご著書の愛国心ににあるように日本、台湾、我が二つの祖国への直言というタイトルのように TSMC に解放軍に協力するのをやめ日本と台湾を軍事的危機に貶め入れるべきではないと二つの祖国の二つの政府に直言をするべきだと私は思います 私も、見識、持ち合わせていません。ただし、日本人としての覚悟を決めて、私の国、私は日本の国籍しか持っていませんが、自分の国の愚かな大学、企業が、台湾 TSMC や、その他の台湾企業とともに、 解放軍に技術移転を行うことを阻止するために言論を行っています。金美玲先生も二つの祖国のために覚悟を決めていただきたいと思います。よろしくお願いします。